お忙しい中集まっていただきましてありがとうございます。実はFM 長野でこのドラムを、紹介していただいて、ライブハウスでやろうと言われたんですけど、まあ、ライブハウスというよりも近所の寄り集まりが集まってみんなで和気あいあいと演奏するということで緊張せずにやっていただければありがたいなと。まあ、長芋の鶴やボケの羽はみんなそんなもんだよ、見てると思えばいいと思います。楽しく演奏して自然体でやっていただくようお願い申し上げます。それじゃあ初心者マークっていうことで初心者マークです。後ろに撮りますか。はい。よけ、そっち。いやいや、問題ない、問題ない。大丈夫？問題ない。風邪引いてても。純子さんとエリちゃん、頑張って。ありがとう、エリちゃん。ちゃんと。エリちゃんさ、かっこいい。かっこいいよ。よかった、じゃ行かせて。ギター持っただけでよく似合ってるわ。似てた。そうですね。これ全然違う。なんで僕の足台貸せます？いいの？それで。いいや。もう忘れちゃった。いやあるよ、後ろに使えば。ありがとうございます。大丈夫。大丈夫。はい。ありがとうございます。案外今日聞いて見直すのね。え、妹さんとかじっくり聞いたことない。仕事も大変だけどね。みんなの前で面倒見ちゃう。でも聞こえるね、なんかやってる。集中して嫌なことも忘れられる。最低でも。そうだね。ボロボロと切れたら買えなきゃいけない。万円で。ドラム。皆さん、こんばんは。
は、いたらというチームの名前です。で、市川先生のところに、平成21年のクリスマスから通わさせていただいて、もうじき丸3年経ちます。でも全然練習とか休んだりしてて、でも先生は長い目で温かい目で見てでいつもオープンマイクも声かけていただいてたんですけど、全然いつもね行くって言ってるのに断ったりしていて、やっと今日はい、頑張って演奏したいと思います。下手くそでとちると思います。なので初心者マークつけてきましたはい、あまり真剣に聞かないで、おのおのどうぞゆっくりくつろいで見ていてください。はい、いいよI'm not sure if you're going to be able to do that.
隠して乗るから。
Thank you.
演奏をお願いします。僕らでいいの？はい、ありがとうございました。